はいどうも、ショートイズのショートです。今回の動画はこちら POP SOC トラファルガーロー開封レビューしていきたいと思います。ということで、ショートイズ初ローフィギュアは SOC になります。で、一応ね、ざっと見た感じ POP のローは10体ぐらいあるんですよ。まあ、すごい手短に言うと、この SOC、IRO、ネオデラックス、セーリングアゲンバージョン2、リミテッドエディションバージョン 2.5、 あとコラソン&ロー、で、あとローのバージョン VS、 あとウォーリアーズアライアンス、プレイバックメモリーズということで、めちゃめちゃあるんですよね、ロー大人気。まあ、おそらくというか買ってるはずなんで全部あると思うので、まあ順次レビュー上げていこうと思います。そう、ウォーリアーズアライアンスがね、再販決まったので、まあ、ちょっとコメントでもいただいてたので、再来週かな、早ければ、まあ、今月中にはレビューできるかなと思います。はい、で、今回のシリーズ名 SOC ちょっと話したいんですけど、こちら正式というか、まあ略してないシリーズ名が Sit on a Chair ということでね、まんまなんです。一応公式さんの説明文としては、ワンピースの人気キャラクターたちが椅子に腰をかけてリラックスした姿を再現する SOC シリーズということで、まあ、的確じゃないけど、すごい大雑把に簡単に説明すると BB の男版みたいなイメージですね。で、まあ、イケメンが続々ラインナップしてるんですけど、今まで出たのが、サンジ、サボ、で、あとこのローと、ゾロとエース、あと、ベッチですね。この並びでベッチ入ってくるのすごいね。まあでもね、なんだかんだベッチ一番椅子似合うからね。多分この椅子企画やったらベッチ出したくなっちゃったんだろうね、多分。はい、それでは雑談はこんなところにして、ちょっと商品概要見ていきたいと思います。はい、まずこちら発送が2017年1月で、当時の定価が 12,528 円、税込みになっております。で、いつものごとくフリマサイト覗いてきたんですけど、一番最近の未開封品の取引を見たんですけど、68,000円でしたね。ちょっとね、マキシマム級のプレネになってます、これ。開封品はね、ちょっとあんまり見れてないんですけど、確か 45,000円ぐらいで取引があったと思います。はい、で、この SOC のロー、原型がマスさん、彩色が安藤健二さんになっております。いや、SOC ね、クオリティ高いなって思ってて、誰がやってるんだろうと思って見たら、マスさんと安藤健二さんだったんですね。そりゃ値段上がりますよね。はい、ということで、早速開封から見ていきましょう。はい、ということで、初ローさん、開けていきたいと思います。まず箱ですね。 SOC ね、だいぶ箱小さいです。サイズ感何が分かりやすい。はい、グラメンの箱こんな感じなんで、これね、収納スペース取らなくてめっちゃいいっすよね。はい、かっこいいローさんがプリントされてますね。で、ここ原型マッサンかっこピンポイントさん、彩色安藤健二さん、やべえ人が作ってる、やべえって、これピッて言っちゃった。ここですね、 SOC のロゴが、椅子があって SOC、 こう下に Sit on a Chair って書いてあります。まんまやんけ。メガハスさん、こう頭文字取るの好きだよね、シリーズ名ね。はい、で、上がこんな感じになってます。はい、で、下がこんな感じです。よし、じゃあ早速開けていきたいと思います。ふい、説明書なし。はい、ブリスターこんな感じです。結構綺麗にもう顔が見えるね。これ保管用でブリスターの箱のまま飾ってもいいかもしれないですね。で、パッと見本体と椅子だけかな。帽子入ってんね。これ外せたりすんのか。梱包良さそうっすね。はい、一応1枚のブリスターになってます。じゃあブリスターも開けていきます。よし、どこか行くか。おお、はい、こんな感じです。おおこれいいぞ。男だから大丈夫かな。これ結構、まあいい意味でセンシティブっすよね。これダメだろ、これ。おお、結構綺麗な筋肉って感じですね。なんか雑誌のモデルとかやってそうな感じですね。いや、セクシー。
いや、かっこいいわ。まあ、だいたい後でレビューするけど、後ろとかは、ちょっとね、こうなんか恥ずかしい感じで申し訳ないんですけど、うん、後ろがね、なんか変な感じになってるとかじゃないですね。ここら辺も多分椅子で引っかかりとかだと思うんで、なんか違う椅子とかにも座らせられそうっすよね。靴の裏とかもよくできてる。すげえな、ここやべえもん。ここいいね。わぁ。ほら。なるほど。スーツの質感はサラサラって感じですね。腹筋失礼します。サラサラって感じですね。帽子は結構柔らかそうな質感ですね。モコモコって感じ。裏側こんな感じですね。取り外しはね、まあ、基本的に取り外しはできないようになってます。はい。ローさん、一回戻っとこう。はい、じゃあ続いて。はい、こちら、椅子です。椅子のレビューをすると思わなかったな、俺。いや、すげえ。ここ見てみようわ。ツヤ感やばくね？うわぁ。これなんか別の、なんか、人形を飾る人とかにも需要ありそうなぐらいいい椅子ですね。ちょっとあんまりね、高級な椅子には詳しくないので、パーツとかわかんないですけど。足とかこんな感じで、金属っぽいっすね。で、一応裏にインジ入ってます。この茶色いところは木っぽい感じかな。で、ここ革で、すごい、あ、ツルツルしてる。すごいね、ツヤ感があるから、これ本当に革じゃないよな。いい椅子ですね。はい、一応内容物以上になります。はい、じゃあちょっとね、組み立てしていきたいと思います。はい、今、一応ね、体の当てる場所があるっぽいんですけど、特に接合というかダボとかはないです。はい、なんでこちらローさん乗っける感じですね。はい、で、帽子は椅子の後ろに来る感じです。はい、こんな感じですね。どう？どうすかこれ？どうすか？どうなんすか？はい、すいません、忘れてました。軽くサイズ見ていきたいと思うんですけど、まあ、ちっちゃいですね。ボリュームサイズ的にはちっちゃいです。高さ140mm。14センチないぐらいですかね。で、横幅が、この腕のところから足の先端まで、こちら足の先端までで、ちょうど 150mm、15センチぐらいですね。で、奥行きは足から帽子までで140ぐらい、140mm ぐらい、14センチ、14.5センチぐらいになります。結構コンパクトにディスプレイできるので、サイズの割にボリューム感もあるので、めちゃめちゃいいですよね。はい、じゃあちょっとレビューしていきましょう。はい、それでは全体のレビューからやっていきましょう。どうですかね？なんかめちゃめちゃセクシーですよね。まあ、やっぱりね、フィギュア椅子に座るといいっすよね。あ、大変失礼いたしました。はい、で、まずクオリティなんですけど、まあ、結論から言うとめちゃめちゃ高いです。まあ、ロー本体としては特に造形ですね。まあ、髪の毛だったり、あとスーツの金属の装飾だったり、ベルトの質感、ここら辺がね、すごく細かく造形されてます。で、椅子はね、彩色すごいっす、マジで。まあ、造形もね、素晴らしいと思うんですけど、やっぱり彩色で、この素材の感じとか、高級感とか表現してるの、本当にすごいなと思います。まあ、これね、椅子に金かけないで、ローに金かけろよ、みたいな意見たまにあると思うんですけど、やっぱりこの台座とか、まあ、武器とかもそうですけど、やっぱりそういうところの高級感も、このフィギュアのクオリティに直結してくると思うので、まあ、この椅子もね、ローをめちゃめちゃ引き立ててくれてると思います。で、まあ、あとそうですね、言うとしたら、まあ、衣装がやっぱり原作にない衣装なんですけど、まあ、ローはね、原作衣装のフィギュアかなり出てると思うので、まあ、ちょっと味変的にもね、こういう衣装めちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。これ、ロー推しの人にはね、ぜひ手に取っていただきたいフィギュアになってます。まあ、ちょっと他のね、SOC シリーズとも早く並べてみたいですね。はい、じゃあちょっともう少し細かいところをアップで見ていきましょう。はい、まず下半身なんですけど、一応服装的にはシンプルなスーツに革靴ですね。で、こちら両方ともブラックの彩色になってるんですけど、革靴はね、かなりツヤのある塗装で、パンツの方は結構マットな感じの塗装になってます。ただこのパンツの方もね、ぼんやり光を反射してる感じで高級感がありますね。
で、このベルトの部分も革のシワ感っていうのが表現されてます。はい、続いて上半身がこんな感じですね。上半身はスーツ、ジャケットだけ着ていて、がっつり胸元のタトゥーが見えるようになってます。まずこの肉体造形なんですけど、かなり筋肉細かく造形されてはいるんですけど、まあ、意図的にそんなに目立たないようにしてるのか、陰影はそこまで強く入ってないです。なので結構美白な肌感っていう感じですかね。はい、でスーツなんですけど、こちら黒い部分の彩色的にはパンツと同様になっていて、でこのジャケットの方はあの襟のステッチだったりボタンとかもね、すごく細かく造形されてます。はい、で一応腹筋だけ撮ってみたんですけど、こんな感じですね。まあ、普段の POP の黒い陰影じゃなくて、ちょっと肌色っぽい赤みのある陰影になってますね。はい、続いてお顔ですね。で最初見た時ね、ちょっと違和感感じたんですけど、普段と違って帽子かぶってないのと、あとね、なかなかこの表情のローは見たことないからですかね。まあイラストとかと見比べた感じ、まあなかなか似てるんじゃないかなと思います。で、あと髪なんですけど、なかなかね、毛束の造形も細かくて、毛流れの感じもね、めちゃめちゃリアルなんですよね。これ絶対ワックスでセットしてるわ。なんかサロンモデルやってそうなローさんですね、これ。はい、で、お顔もちょっと個別で撮ってみました。顔もね、赤みのある感じで、彫りの部分とか細かい陰影が入ってますし、まあ、眉だったりアイプリントもなかなか綺麗ですね。はい、でデトルフに飾ってみるとこんな感じになります。ちょっと一旦でね、ドフラミンゴと飾ってみたんですけど、やっぱり雰囲気的にね、 SOC でまとめるとか、まあ、あとローで集めてね飾ったりするのもかっこいいかなと思います。ただね、 SOC なかなかケース映えしてすごくかっこいいなと思います。なんかね、いっぱい並べてるとこに置くより、単品でね、ケースに入れて机の上に置くとかも良さそうですよね。ちょっと SOC 持ってる方いたらね、どんな感じで飾ってるか教えてください。はい、それではレビューを踏まえて総評していきたいと思います。今回の評価はこちらになります。フェイスが4ポイント、造形が4ポイント、彩色が4ポイント、ボリュームが3ポイント、プライスが4ポイントになります。なので今回合計点数76点になります。まあ、普段の POP とはかなり雰囲気違うんですけど、造形彩色のクオリティはね、本当に素晴らしいと思います。はい、ということで今回の SOC ローいかがだったでしょうか。まあ、ちょっと SOC もね、ちょくちょく上げていきたいなと思ってます。はい、で昨日からゴールデンウィーク中毎日投稿していて、明日は一応歌舞伎ルフィの赤い方ですね、投稿予定になります。ということで今後もワンピースのフィギュアの動画どんどん投稿していきますので、ワンピース好きな方はぜひ、まだの方はチャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance.